ございます。す、えー。ミニマリスト投資家のあきらです、えー、今回はですね、えー、もう利確と損切りがむずいという内容をご紹介できればと思っています。まあ、基本的には短期投資のお話にはなるんですけど、まあ、利確とか損切りをいろいろね経験してみてこれむずいなっていうふうに感じたのでご紹介しています。あの 今回の内容は短期投資とは言いましたけれども、まあ、長期投資の方もですね、ぜひご覧いただけると嬉しいです。なんでかっていうと、長期投資家の方もですね、いつかは利確するとか、いつかは損切りするときが必ず来ます。あの皆さん資産を増やすために投資をしているかと思いますけれども。 まあじゃあ死ぬまでそれを理学しないかとか損切りしないかっていうとそんなことじゃないと思いますあの長期投資の人もいずれそれを理確するなり損切りをして現金に変えて、まあ、現金で生活するっていうのがまあ当たり前になって,なっているので、まあ、あの短期投資のね内容ではあるんですけどいつかはすることなので参考になれば嬉しい限りですでは早速ちょっと始めていきたいと思っていますはい私は本業会社員しておりましてそれ以外はミニマリスト投資家として活動しています まあ投資実績やあプロフィールっていうのはあ各種 SNS とか概要欄等に貼っておきますのでえご覧いただければ嬉しいですではあのー、3ヶ月ですね短期投資ちょっといろいろやってみて、まあ、今も継続してやっていますけれども、まあ、結論はですねポジションを持つより利確とか損切りの方が難しくないっていうこの悩み多分これはですね私だけじゃなくてあのこの動画をね見ていただいているあなたにもあるものだと思っていますなのでこれ本当にですね そう思ったんですよ全然買い注文とか売り注文を入れるよりもですね利確損切りの方が難しいです。でこれ何でかって自分なりにいろいろ考えていましたけれども、まあ、取り返しがつかないからですね、まあ、買い注文ポジ売り注文ももちろんあの新規のね注文を入れる時は取り返しつかないんですけどまだ損も得もあ利益も発生してないじゃないですか。なので なんかほ,ぼほとんどこう無,無感情っていうかそんな感じなんですけど、まあ、理覚損切りの時っていうのは必ず利益も出ているし損も出ているっていうそんな状態なので、まあ、こう取り返しがつかないわけですよね時間を戻せないから。なのでそういう時ほど人はなんか難しいし冷静な判断はできないので、まあ、今日はですねそういう理覚損切りが難しいという,うあなたに向けてちょっと私なりの結論を作ってみたのであのご紹介できればなと思っています。 なので、えー、今日をあなたが持っている悩みを書くならば、まあ、目標とする利確の価格ってどうやってまず決めるのということですね。でそれはまた利損切りも同じでじゃ損切りの価格ってどうやって決めてるのっていうところですね。でじゃあ今度利確ってどんなタイミングでするのですよね。で損切りもちろん利確や損切りは保有ポジションを一気にですね全てじゃあやるんですかということですね。 あの決して、えー、買い注文を例えば10の注文をしたとしても売り注文をですね一気に10しなくていいわけですよ2ずつしてもいいし半分ずつしてもいいしなんで利確とか損切りって新規注文と違うのはあのじゃあそういうものをちょっと今日まとめてみましたで投資、えーまあ、はちょっと自己責任自己判断になるのでそちらのね、えー、注意事項は是非お願いいたします でポジションを持つよりですね利確とか損切りの方が難しいですねで利確は私の結論は移動平均線もしくはレジスタンスレベルこれがまあ参考になると思いますで損切りは移動平均線もしくはサポートレベルが参考になると思っていますで利確っていうのはトレンドが変わった時もしくは日々調整した逆差し値、ね、これに達したら発動されるとこれが一番いいと思っています で私なりの理確っていうのは3分の1から2分のずつ実行する一気にはしないって感じですねただ損切りは全て一気に実行します、まあ、こちらの内容をご紹介していきますはいでまずですね理確損切りっていうのはテクニカル分析が基本かなと思っていて、まあ、これはですねこれチャートは後でご紹介しますけど見ていただけるとすぐ分かると思います なぜかっていうとこのレジスタンスレベルとかサポートレベルっていうのは投資家が日々参考として認識しているからですね。でファンダメンタルなイベントがあればもちろん早めに、ね、理学損切りすることはあるんですけど基本的にはこのテクニカル分析っていうのが中心になってきます。例えばこれある時のですねプラチナをチャートで持ってきましたけれどもえー、っとですねちょっと今日音声投稿の方はあ音声で聞いている方は申し訳ないです。 えっとまず例えばこのえー、っとですねこの日にポジションを買い注文で入れたとしますねで青いラインがポジション開始の時で赤いラインがこれ損切りと決めたラインですねで緑のラインがこれ目標の売り値ですここで理確したいっていうところですね、まあ、この日にポジションを取った場合にまず損切りラインをどこに作ろうかなと思ったら まあこのサポートラインですよねこの直近で一番安かったところこことここがありますので、まあ、逆指し値の損切りはまあこの赤ラインこの辺りかなっていうふうに作っていきますで目標とするポジションっていうのは、まあ、次のここから上がっていった場合は、まあ、ここにある程度のこのなんかえ線が見えますよねここら辺でたいこう動きが止まるので、まあ、ここがレジスタンスレベルと。 というところでここが理覚の目標になりますで実際その後のこれ後々書いたやつですけれども、まあ、これ見ていただくと分かる通りやっぱりこの移動平均線にタッチすると動きが鈍くなるわけですよねつまりレジスタンスレベルですねなんでこの移動平均線とレジスタンスレベルっていうのは必ずチャート分析テクニカル分析をする上では大事なので、まあ、これは必須かなと思っていますまあこうやって目標とする目標値 そしてて損切りををするラインいいうのを決めていますで、えー、これはあ次利確とか損切りのとこですけれども、えー、とこれある時の大豆のチャートを持ってきましたが、まあ、例えばここで、えー、ポジションを取った時ですねこれ最近私が実際やった投稿ですけどポジションん取引ですけれども、まあ、これを見ればですねここからポジションを持った時に 大体損切りりライン分かりますよね直近の2回の,この、えー、サポートレベルがここなのでここにやっていると。でもしここから、まあ、今回上昇狙った通り上昇したわけですけれども下がってしまった場合は私は大体一気に損切りします。一気に全て。なんでかっていうと,、えー、と想定以上の損をしないようにということが、えー、一番大きな理由ですね。大体こ,うこのラインまで下がるとマイナス数万円とか。 いいう形が分かっててくるるるのでで、まあ、それはある程度覚悟しているわけですよねなのでそれはある程度冷静な判断ができますけどもしここから下がっていってえ損切りを約半分とか3分の1しかしなかったらさらに含み損がどん,どん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 増えていって冷静な判断ができなくなっちゃうのでもう私は逆差し寝設定をしてもう全てリリース全て損切りするようにしています。 で、一方今回利益が出たわけですけれどもこ、まあ、この目標とする値でですねやっぱり利益が出たわけですねやったと思った通りに上がったという場合も全部利確するんではなくて3分の1から2分の1ずつ利格をすす。るようにしていますなぜならさらなる上昇が見込める可能性があるからですねで実際今回大豆っていうのはここからさらに上昇がして利益が上がっていったわけですなのでこういうふうに自分が思ったトレンドからさらに 利益が見込めるってなった場合を想定してこの逆差し値ていうのは日々変えていますこれ同じ大豆ですけれどもさっきと同じやつですで、最初のポジションを持った青いラインは回転になるんですけれどもこういうふうにどん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 と上がっていったら目標とする価格そして利確する逆差し値の注文っていうのも同時に上げていきます 価格が予想通り上昇したら目標値も逆差しでも逆調整するつまり今回の場合は上昇させるわけですねそうすることでえっと急なね下落があったとしても一定の利益はちゃんと得られるつまり利益を逃がさないということですねでさらに大きな利益が得られる可能性を模索していくっていうことですねもう投資の基本というのは損切りは素早く利益は伸ばすというこれがよく言われているので、まあ、それを実行しています はい、でただ注意点もいろいろ私経験していて、まあ、最初の損切りラインはもう変えないってことですねこれはさっき言った通り想定する損以上のですねかあの含み損が出てしまうと冷静な判断ができなくなってきてま自分で損切りできなくなっちゃうんですよね怖くてなので最初の損切りラインっていうのはもう絶対変えないようにしていますで2つ目一定の含み益が出たらですね さっきみたいに逆差しでも変更して利益を逃がせないようにするというのを心がけています、まあ、過去にこれをや,やらなかったがゆえにですねあの昨日の夜までは含み益がです、ね、1万以上あったのに翌日パッて見たらあマイナス2万になっていたとかっていうことがありましたなのでやっぱり一定の含み益が出たらですねもう逆差しでも変更してもう一旦はですね利液した方があ自分にとってはプラスだなというふうに思いました、まあ、まして私みたいに まあ個人投資家ただのアマチュアの個人投資家に過ぎないので、まあ、小さな利益をもうコツコツこれですね小さな利益ををココツコツ積み上げててていいいくっていうのを大事にしていますで短期投資で個人投資家がやる金額レベルっていうとやはりもう数万円とか、えー、の一つの投資アイデアに過ぎないんですよね。で数万円を投資してもですね1個の利益なんて数パーセントっていったらですね中にはもう数千円とかってこともあるわけですよね。 で数千円を小さいと思う気持ちもあるんですけど、まあ、ただこれをコツコツやっていけばゲッツでね全然 5%10% ってそれ以上取れていくのでそれを考えればもう数千円の利益でも特に気にせず利格をしていっています。 えー、さっきみたいいいいにに一気にです、ね、全ててししなとうことを注意していま,すまあ想像以上の利益が出ることがあるので、まあ、何か急激なねあのトレンドが逆に変わるとかもしくは明日以降例えばこういうね、えー、例えばホニャララ大統領がこういう発言をしそうだとかこういう会議が設けられているってことがある程度分かっているんであればその前に全てを理確することもありますけどそういうことがない場合は 一気に利確をするんじゃなくて、3分の1から半分ぐらいというようにしています。はい、ってことで、えー、動画のちょっとまとめですけれどもま利、あ、確っていうのは移動平均線とかレジスタンスレベルが参考になっています。で、損切りっていうのも同じく移動。平均線もしくはサポートレベルを大事にしています。で、利確っていうのはトレンドが変わった時、もしくは日々調整した。逆説値に達成したら、あ達したら発動されるように注意しています。 利確っていうのは3分の1から2分の1ずつ実行して損切りはもう全て実行するということですね。はい。ということで今回はですね、まあ、短期投資を3ヶ月してみて、利、え、確、ーまあ、とか損切りの方がポジションを取るより難しいっていうことを経験したので、まあ、そちらの内容をですね、ちょっとまとめてみました。なので今日のですね、動画、音声統合がですね、皆さんにとってこれからするであろう利確とか損切り。 の率直に言うとまあむずということなんですけど損切れとにかく、まあ、これがですね、まあ、今後もっと上達していけばまたいつかあこういう風にちょっと動画か音声でまとめてみてご紹介できればなと思っていますはいということで今日もありがとうございました良い一日を。